皆様こんにちは。山の常識は世間の非常識。ゆっくり霊夢です。そしてその逆もまたしかり、ゆっくり魔理沙です。今回の動画は日本百名山の一つ、雲取山の雑学を紹介していくよ。2017年に西暦と標高が同じ山として有名になったのは記憶に新しいな。そして2021年現在は、鬼滅の刃の主人公、かまど炭治郎が雲取山の麓で炭焼きの仕事をしていたことから、再び注目が集まっているよ。その人気に便乗して今回この山を紹介しようと思った次第さ。言うても2020年で鬼滅ブームは終わってると思うがな。それに関しては、無視する。いや無視するなよ。とりあえず山のスペックから紹介していくね。雲取山は東京、埼玉、山梨の県境にある標高2017メートルの山です。東京で2000メートルを超える唯一の山であり、東京都で最も高い山なんだ。雲に手が届きそうな名前からも、その高さが伺えるな。山が2つの県にまたがっているのはよくあるが、3つの都道府県の境にあるのは珍しいことなんじゃないのか。もちろんさ。3つの都道府県境が一点に集まる点は三県境と言われ、全国に40カ所ほどしか存在しないんだ。雲取山もその一つでね、山頂の三県境では東京、埼玉、山梨に行ったり来たりできるよ。そうつまり、こっから東京、こっから埼玉、こっから東京、こっから山梨、みたいなことができるわけですね。それ霜降り明星のネタじゃねえか、M1 の日付変更戦のやつ。実は私が先にこのネタをひらめき、後に霜降りが M1 で披露したのはここだけの話です。息を吐くように嘘をつくんじゃない。まあこういった三県境の珍しさや、炭治郎にゆかりのある山ということもあって人気は高いけど、登山は結構大変で、どのルートを使っても片道5時間はかかるハードな山なんだ。さすが東京都最高峰というだけあって、一筋縄ではいかない感じか。雲取山の厳しさについては、かの有名な深田久弥も自身の著書である日本百名山で語っていてね、内容を抜粋したものがこちらです。その上に立ったのはようやく近年になってからという記載から、東京に苦戦していたことがわかるな。登山家である深田久弥がこれだけ手こずるなら、何も知らない人が記念登山やら鬼滅の刃やらの勢いで登るのは無理じゃないのか。おっしゃる通りだよマリサ。片道5時間以上かかる雲取山は軽い気持ちで登れるレベルの山じゃないからね。ただそういったブームに乗っかり、準備不足で登山して遭難する人が増えているんだ。流行にかまけて山を甘く見てると痛い目に遭うってことか。しかし雲取山は記念登山や鬼滅とやたらブームに乗ってるな。二度あることは三度ある的な感じで、もう一ブーム来そうな気がする。三度目のブームが来た時こそ、軽い気持ちで入山して遭難したなんてことがなくなってほしいものだね。三度目の正直みたいな。人は過ちを繰り返すからな。それこそ二度あることは三度あると思うぞ。第三次ブームが起きても遭難者が増えないことを願いながら、登山道の紹介をしていくね。3つの都道府県にまたがる山だけに、登山道も東京、埼玉、山梨の3つの県から出ているよ。今回は私の独断と偏見で、埼玉側から登る三峰コースと、山梨側から登る三条の湯コースを紹介するね。東京側から登るルートは紹介しないのか。私が登ったことないから今回はスルーするよ。本当に独断と偏見だな。とりあえず三峰コースから紹介しようと思うんだけど、その前に登山口にある三峰神社について説明するね。三峰神社は標高1100メートルの山の中にある神社で、今から1900年前に大和武尊命によって創建されたと言われる歴史ある場所なんだ。歴史が古いだけにパワースポットとして有名らしいな。登山者の他に観光客もたくさんいそうな気がする。もちろんです。長期休暇になると観光客でごった返すから、正月やゴールデンウィークは特に注意が必要なんだ。もし渋滞に巻き込まれたら、登山口に到着するのが遅れて大事になりそうだな。その通りだよマリサ。シルバーウィークの中日に雲取山に行った時、道路が大混雑して2時間以上の立ち往生を食らってね。おかげで出発が遅れ、下山時は日が暮れかけて危うく遭難しかけた苦い経験があるんだ。三峰神社から登る時は、あらかじめ道路状況を調べておくと安心だな。しかし出発が遅れたとはいえ、遭難しかけるほどの無茶な山登りはないと思うぞ。さっき遭難がなくなってほしいと言ってたくせに。それを言われちゃグーの根も出ないよ。まあ仮にも視聴者様に山の良さを伝える動画を出してるわけだから、
その経験を機に無茶な参考は控えることだな。オッケー。とりあえず話を戻すよ。神社のある秩父の地域では昔、狼を神の使いと崇めていてね、神社周辺には狛犬の代わりに狼の像が置いてある特徴があるんだ。少し前に紹介した両神さんの神社と似ているな。両神神社も狼の像が狛犬代わりに置かれていた気がする。そうだね。ちなみに両神さんに関してはこちらの動画で詳しく解説してるので、まだ見ていない方はぜひ見てみてください。そういえば三峯神社の創始者である大和尊の命も、両神さんの名前の由来である両神伝説で出てきてたな。久保さんから8日間、両神さんを眺めてたって話だね。三峯神社と両神神社、二つとも大和尊の命と関係が深い共通点があるのは興味深いね。神社の話で長くなったけど、登山道の説明を続けるよ。登山口である三峯神社から少し登ると、炭焼平と呼ばれるポイントに到着するよ。ここでは昔、木炭を作っていた炭窯の跡を見ることができるんだ。炭焼きといえば鬼滅の刃の主人公、炭治郎の家業だったが、もしかしたらここが物語のルーツだった可能性もあるかもな。昔ここで炭治郎が炭を焼いていたと思うと、感慨深いものがあるね。いや鬼滅の刃ってフィクションだからな、炭治郎は実在しないぞ。じゃあ私の一押しキャラ、忍さんは、実在しないな。そしたらみつりちゃんは、それも実在しないな。なぜだー。なぜならそれはフィクションだからだ。実際に鬼と書いたら怖いだろ。私としては鬼なんかより、キレたマリサの方がよっぽど怖いけどね。どっくぞこら。どっかれるのは嫌なので話を進めます。炭焼平を通り霧も神ね。白岩山を越えて雲取山荘まで来ると山頂まであと一息だね。山荘近くには有名登山家、田辺十字のレリーフが置かれているよ。田辺十字は日本アルプスや秩父の山々を登って、その魅力を自身の著書、日本アルプスと秩父巡礼で伝えた人だね。わざわざそんなレリーフが山の中に置かれるってことは、地元秩父じゃ結構有名な人らしいな。秩父の山を登り尽くしただけに、さながら秩父山地の父みたいな感じか。秩父山地の父だと、秩父姓の人んちのお父さんみたいに聞こえるね。そもそも秩父に父が入っている時点でややこしいがな。登山道の話に戻ると、雲取山荘から30分ほどで山頂に到着するんだけど、山頂からは奥多摩の山々の他に、天気が良ければ富士山も綺麗に見渡すことができるんだ。東京の最高峰だけに、東京タワーやスカイツリーも見えるかもしれないな。天気さえ良ければスカイツリーは見えるけど、東京タワーは肉眼だと厳しいかもね。このように三峯コースは見どころがたくさんあってね。まずは、山のすすめではこのルートから山頂に登り、山梨側に下山したのは有名だと思うよ。山のすすめは、確か美少女たちが登山を通じて成長していく物語だったな。昔読んだことあるぞ。私もよく愛読していて、大好きな漫画の一つだよ。ちなみに私の一押しキャラは葵です。インドアで高所恐怖症なのに少しずつ山にはまっていくところがいいんですよね。インドアで高所恐怖症とか、私とそっくりだよな。そこだけはね、まあ可愛さで比べたら、マリサなんて似ても似つかないけど、悪かったな、美少女じゃなくて。友達と苦手なものを克服しようとするけなげな一面が、個人的にドストライクです。しかも顔まで可愛いという、まあどこまで行っても人間は、性格的な中身が一番大事だね。顔も大事だけど、いい風なことを言ってるが、結局は顔で選んでるわけじゃないだろうな。もし葵の顔が私に差し替わったらどうする？持ってる単行本全部ブックオフに投げ売ります。こいつひでえ。話がそれましたが三峯コースはこれくらいにして、山梨側の山上の湯コースを紹介するよ。前半半分が林道歩きで、残りが登山道となっていてね。登山道中腹の標高1000メートル付近にある山上の湯が見どころとなっているんだ。山のすすめでは山梨側に下山したと言っていたが、それって山上の湯コースのことだったのか。残念ながらこのコースじゃないんだよ。山梨側からは他にも登山口があってね、そっちから下山したんだ。まったく、本当に残念だよ。なんでそんなに残念がるんだ。山のすすめってフィクションだから、実在しないことに対してケチをつけてもしょうがないだろ。わかってないな、マリサは。もし山上の湯コースを使って下山していれば間違いなくこの温泉も紹介されて、葵たちの入浴シーンを見ることができたはずなんだ。それなのに特に見どころもないカモサワに重装しちゃったんだよ。ちそうね。とりあえず理由が最低なのはよくわかったぞ。山のすすめの著者もお前みたいな変態がいやらしい目で見ないように、あえて見どころのないカモサワに下山させたのかもな。もしそれが事実だったら、マリサ、視聴者の皆様、これが先ほど中身が一番大事と言っていた饅頭の本性です。
とどのつまり救いようがないってことだね。よくわかってんじゃねえか。マリサの暴言に屈せず、三条の湯について紹介していきます。登山道の途中にあるから、登山でしか訪れることのできない秘湯でね。山に登ってかいた汗をこの温泉で流すのは最高なんだ。でも登山道の途中にあるから温泉に入った後、登山口まで歩く必要があるんじゃないのか。ちなみに私は下山時にこの温泉に入り、その後登山口までの林道歩きで汗をかいて、温泉に入った意味がなくなった経験があります。そんなのちょっと考えればわかることだと思うがな。これ以降、私はこの温泉を三条温泉の罠と呼んで恐れているよ。視聴者の皆様も登山の際はお気をつけください。三条温泉の罠、後にも先にも引っかかったのはお前だけだと思うぞ。ふっふっふ、甘いなマリサ。逆に考えるんだ。私しかこの罠に引っかかれなかったとね。バカの世界チャンピオンだ。マリサ何か言った？いえ何も。そしたらこれで今日説明したいことは大体紹介できたかな。東京都最高峰である雲取山の山頂からは東京の山々や市街地を一望できるので、よかったらぜひ登ってみてください。山頂までの道のりは長いが、東京を見渡せる展望は苦労に見合ったものがありそうだな。それでは今回は記念登山、鬼滅の刃とブームに乗ってる雲取山の第3次ブームを予想して動画を締めたいと思います。なんとなく想像できるが、一応言ってみろ。雲取山の人気を再び上昇させる起爆剤、それはね、漫画、山のすすめが鬼滅の刃ばりに人気になることだよ。ああ、やっぱり、そんな気がしたよ。もし山のすすめがブレイクしたら、当然のことながら葵の人気も上がる。その葵が登った山ともあらば、当然有名になるだろうね。そうかもしれないが、それはあくまでたらればの話。そして人気を加速させるために次に考えられること、それは刺激的なお色気シーンの増量。突然で二度目の雲取山登山が紹介されるときは、今度こそ三条の湯に立ち寄り無風な展開があるに違いないね。おい。そして人気が出れば当然漫画も品薄になり、古本の買い取り価格も高騰する。鬼滅の刃見たく一冊500円で売れたら、今家にある全巻で1万円くらいになるな。話をまとめると、雲取山に三次ブームが来た時、登山欲、性欲、金欲といった人間の三大欲求すべてが満たされるというわけだね。やったねマリちゃん。雲取山の未来は明るいよ。おかし真っ暗だよ。どこまでも自分に都合がいいように想像を膨らませるんじゃない。そもそも人間の三大欲求、性欲しか合ってないじゃねえか。俺もそう思うな。黙らっしゃい。しかも山のすすめが大好きとかほざいておきながら、本の買い取り価格が上がったら即売りに出そうとするあたり、にわかファンもいいとこだろ。それに関しては仕方ないんだよマリサ。山のすすめの予想新作、三条の湯でゴロリの巻を買うのにはどうしても資金が必要なんだ。いやそんなもん、天と地がひっくり返っても出ねえから。とりあえず中身が一番大事と抜かしておきながら、お前の頭の中は山と女と金のことしかないじゃないか。よくぞ見抜いた。視聴者の皆様、山が好きな人はいい人ばかりではないということを覚えていただければ幸いです。世の中にはいろんな人がいるからね。視聴者の皆様も、金や女のことしか考えていないようなヤバい奴には気をつけてください。いやそれお前のことだからな。そしたらいいことも言えたし、キリもいいので動画を開きにしたいと思います。また来週お会いしましょう。さようなら。最後までご視聴ありがとうございました。当チャンネルでは山に関する様々な動画を上げていますので、よかったらそちらも見ていってください。皆様のコメントを参考に、より良い動画作りをしていきたいので、何か書き込んでいただけると大変助かります。それともし動画を気に入っていただけたら、チャンネル登録高評価もお願いします。